っしゃいませ。シチズンバーガーへようこそ。ということで今回は久しぶりにこのゲームを実況していきます。出たな、スミバーガー。スミバーガーって何？という方のために、今回は特別に作り方や実物をお見せしたいと思います。またまたとんでもないことになりそうだぜ。それじゃあ他のユーザーさんのお部屋に入れてもらって振る舞いましょう。大迷惑なんだぜ。はい、というわけで食材が宙に舞うこちらのサーバーに入ってみました。随分と荒れてんな。あ、このゲームがどんなゲームかっていうと、お客さんのオーダーのハンバーガーを作って提供する、というかなり複雑なゲームになっています。どこがだよ、シンプルだろうが。それにしても本当によく食材が待ってるね。あそこにいるふざけた顔のやつのせいかしら。サーバーの主だよ。まあ気にしないようにして、早速炭バーガーを作っていくよ。炭バーガーはありとあらゆる食材を炭にすればできます。すげえ簡単だけど絶対食いたくねえわ。もちろんバンズも焼いて香ばしくしますよ。ちょっとちょっとうちの店で何してくれちゃってるのさ。いた、ちょ店長何するんですか。はっはっは、新人歓迎の挨拶だよ。随分と手厚い歓迎だぜ。店長が段ボールごと食材を鉄板に放り投げたけど、これも全部調理しろってことなのかな。段ボールは食材じゃねえだろ。それにここのサーバーのバンズはなんで変な茶色なのかな。どうせあの変な顔のやつが中途半端に焼いて放置したのよ。だからサーバーの主の店長だろ。まあ店長が先に焼いてくれてたなら助かるね。ちょ店長が投下した段ボールに火が。いいねえ、もっと燃えろー。さあさあこちらの調理場、かなり盛り上がってまいりました。レタスに引火してんじゃねえか。はっはっは、炎の料理長とは私のことだぞ。店長楽しんでいやがる。確かこの燃えたチーズのオーダー入ってたよな。うわぁ、お客のところに持っていこうとしてる。店長がクビになるのは時間の問題ってところね。お前らだって同じようなことしてんじゃねえか。さあさあどんどん鉄板に食材を追加していくよ。ちょ君やりすぎだよ。たまらず店長が水かけてきたぜ。ちょ店長火を消さないでくださいよ。店長に消化される前にさっさと炭バーガー作っちゃいましょ。うぷ主お前の手からも火が出てんじゃねえか。まあ炭バーガー職人ですからこれくらいはね。まだバンズの焼きが甘いけどいい感じよ。ああ、吹っ飛んでいった。そう急ぐこともないさ。炭バーガーは床に落ちれば落ちるほど美味しくなる。衛生的に大問題だ。店長が他の従業員に水をかけてるわ。あの店長燃えたチーズ持って行ったり消火器ぶちまけたり、まったく散々やってくれるぜ。何か文句かねえ。あ、いやいやなんでもないぜ。ふーん。さあどんどん高く具材を積み重ねていくよ。今回作る炭バーガーは今までで一番大きいのを作りたいわね。だからこの手の火はどうなってんだよ。なんか店がめちゃくちゃになってる気が。気づくのおせえよ。私の店が水浸しじゃないか。一体誰がこんなひどいことを。お前だよ、お前がやったんだ。店長落ち着いてくださいよ。今美味しい炭バーガー作ってますから。サーバーから切断されました。はぁ？そんな。私の作っていた炭バーガーが。きっと身の危険を感じて切断したんだぜ。炭バーガーのまがまがしいオーラを感じたのね。ということで別のサーバーにやってきました。ここはまだそこまで荒れてねえな。ちょ、お金が燃えてる。ああ、確かに色が真っ黒焦げだね。お金が燃えて黒くなるなんてことあるんだな。そのお金見たね。うわぁ、真後ろにクレヨンみたいなのがいた。クレヨンじゃなくてここの主だろ。ちょっと店長さん。どうしてお金が真っ黒なんですか。燃やしたから。そりゃそうだろうな。どうして燃やしちゃったのよ。これじゃあ使い物にならないわ。いやなんつうか。食材と間違えちゃった的な。逆にどうやって金と食い物間違えるんだよ。まあ間違いは誰にでもあることです。今度こそ炭バーガーを作るので食べて元気出してください。炭バーガー、何それ美味しいの。それはもう焦点するくらい、まずいぞ。ちょっと作るまで時間がかかるので待っていてくださいね。うんうん、いい感じにできてきているわ。キャンプファイヤーになってんじゃねえか。これこそ炭バーガーの醍醐味でしょ。これじゃ店全体が炭になりかねないぜ。あともう少し。見事なまでに炭ね。最後にバンズを乗せて。サーバーから切断されました。うわぁ。ようやくスペシャル炭バーガーが完成しました。このゲームいかに切断されないようにするかってゲームかと思ったわよ。よくないけど完成できてよかったな。さあこのスペシャル炭バーガーをお客さんに食べていただきましょう。食べさせんのかよ。こちら当店自慢の炭バーガーでございます。目が死んでるー。このバーガーを食べれば一気に元気になれますよ。その通り、元気がない時は炭バーガーです。食べやがった。でもお客って食ったら店出ていくよな。あんなの食ったから立てなくなったとか。そんなはずはないけどな。あ、お客様。もしかして神の巨人のエル。確かに似てるけども。団長も固まるくらいの美味しさだったということか。残りの一個もお客さんにお届けよ。どうぞお召し上がりください。すんげー睨んでる。めちゃくちゃ睨んでる。一瞬で平らげてくれたよ。あれ？帰ろうとしているけどお題が。食い逃げだ。待ちなさーい。
団長と一緒に出て行ったよ。団長は払ってくれたけど、あいつ絶対に逃がさーん。あ、あいつだ。これ以上進めない。次来たら覚えてなさい。やあ諸君ごきげんよう。なんだよ最初の間は。そして久しぶりだね。おや、私を見たことがないって顔もいるようだね。私の名はアインシュベルト。デルオさんです。なんか偉そうな闇よ。まったく君たちは相変わらず失礼だな。お前ここ最近全然見なかったけど何してたんだ。動物園脱走という名の世界旅行に。脱走したのかよ。で、見つかってまた戻されたってわけね。まあそう言わなくもないな。いやそうだろ。今回は何するの？とりあえず街で暴れる。ストレス溜まってんのか。それでは人暴れしようじゃないか。おいベルコーよ。随分と楽しそうじゃねえか。いやいやいや、これは訓練なのだ。あんた体操選手にでもなるつもり？それもなかなか面白いかもし、やっぱり遠慮しておきます。そういえば闇吉とベルオさんって知り合いなの？ああ、親戚だ。へえ、そこの牛ともあれ。私は牛ではなくヤギだ。この牛め、保安官に突っ込みやがって。ちょ、話せこら。皆さんこれこそベルオ名物、保安官と仲良くお散歩だ。どこに仲良し要素があるんだよ。やったぞ、おばちゃんにぶつかったおかげで解放された。今度は私が貴様を散歩する番だぞ。じゃあ。保安官を車の下に。二人仲良くゴロゴロ。めちゃくちゃじゃねえか。ちょっとベルオさん。さっきはすんませんでした。よし、そろそろいいだろう。あ、ここはあの秘密道具があるところじゃないか。背中によくわからん機械をつけると飛べるようになるんだよな。人間をヘリコプターの羽みたいにしてね。名付けて人間ヘリコプターだ。名前だけ聞いても怖すぎるんだぜ。しかもまた保安官使ってやがるぜ。闇を怒らせると恐ろしいわね。ぐるぐるぐる、ぐるぐるぐる。私は保安官ではないヘリコプターだ。ヘリヘリヘリ。洗脳もできんのかよ。わお、人間ヘリコプターです。窓からおっさんもびっくりして見てるよ。どうだい、あんたもヘリになって一汗かかないか。勧誘してやがるー。なんだこれは。ああ、これってヤギ吉の UFO だろ。なんだって。ヤギ吉は UFO も持っているのよ。くう、それに比べて私はこんなヘリで喜んでいるなんて。私も絶対 UFO 手に入れてやるぞー。 UFO 違いだわ。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。それじゃあ今日もじゃんけんいくぞ。最初はグー。じゃーんけーんぽん。ハンバーガーのゲームは自分で好きなように作れるから面白いぜ。みんなもオリジナルバーガー作ってみてな。